おやすみ雨だ。チャリモ、はい、お寺さん、はい、イエーイ、いつもの雨田 TV です。最後のジェダイ皆さん見ましたか？はい、見た人のためのネタバレトーク、ネタバレありの、おーおー、アメタ TV 初だね。初だね。ネタバレ全然やってないもんね、私たちね。そうやっと喋れるね、私たち。長かったね。辛かったね。そうだね、ちょっとね。だから見てない人は、ね、DVD に落ちるの待ってる人とか見ない方がいいね。ああ、確かにね、でも見た人は楽しいはず。うん、うん、何が語りたいの二人とも。まず一番に、私が死んだ。私が死んだ。私って私ずっとね、あの悪魔帝徳として、あのスターウォーズに出演してるだろうって言われ続けてたんですけど、悪魔帝徳がね、お亡くなりになったね。うん、死んだんだと思ったけど、今私言いながら実は死んでないかもと思っちゃった。うん、実は生きてたみたいなことがありうるかもって思っちゃったんだけど。まあもともと昔々の話だからみんな死んでるっていう。シュールだね。シュールだね。そっから始まってるとこが僕スターが好きなんですよ。あ、確かにそれは本当にすごい前提で。あのオープニングのね、こう始まり方とかもね、前作こう同じで、いや、ああいうものだったら、うん、未来っていう風にしちゃえば簡単なんだけど、うん、昔っていうところが、そこの切なさも最初から漂ってた。そう西暦とかあるの？ない、ね、遥か遠い昔。遥か遠い昔の話。昔の話と。スタートレックは地球と、ね、地続きの未来の話だけど、地球とか関係ないから、スタートレック人間かどうかだって、その分かんないってことだよね。そう人間っぽい格好してるけど、そっか。牛乳青いしね、美味しそうなものはあんまり出てこない。出てこないですね。そこはちょっと私は不満かな。そうだよね。あのレイが食べてたのとかかわいそうだよね。レイはいつもね、ふくれがしみ。そう、レイ今回私好きになったな。前回はちょっと何この子って感じだったけど。あ、そう。あ、うん、俺も前回よりは好きになったよ。うん、なんでかっつうと、レイが性格いいなって思ったから。性格は良かったよね、前から。前からそうなんだけど、あ、こう苦労してていい子だなって感じだったけど、うんうん、なんかその究極のところでの選択みたいなのが、うん、まあね、カイロレンが嫌いってわけじゃないけど、まあ確かにね、でもね、いいこっちが正義感というか、うん、まああったかい感じがした。カイロレンはちょっと冷たい気がした。そうは思わない。うん、カイロレンも前作に比べたら人間らしかったよね。うん、前作はもう本当中に反抗期の、ね、中学生になったけど、今回はちゃんと思想があるんだなっていうのが分かった。そうだね。でもちょっと納得できなかった、私。なあ、カイロレン、うん、の選択はね。そう。2人は分かる？どこですか、カイロレンの選択って。あのスノークも殺しちゃったりとか、そういうこと。その後、スノークを殺しちゃった後の、だから、うん、例の誘い文句でしょ。誘い文句っていうか、二、うん、人で例を差し伸べて、あれ本気で思ってるんだよね。でもそれが納得いかなかった、私は。まあ、俺は納得いくも何も、ああそうなのねっていう感じ。あと今回そのルーク、うん、あのルークが本当にアナキンに見えたっていうか、辛かったんだな、こんなにみたいな。ルークがアナキン、まあでも最後はやっぱり主役のね、何の働きをしたと思えば最高じゃないですか。あのシーンっていうか、なんか、ね、ネタバレだからあれだけど、ネタバレしたくないぐらい、って思った。最後のシーン、最後のシーン、
そうそう、実はいなかったっていう、うんうん、あ、言っちゃったあ、そっちか、最後の最後の最後降っていなくなる方ではなくて、あ、そこも良かったけど、うんうん、あ、こんな死に、あ、でもそういえばでも、ヨーダ、ヨーダもそんな感じだった、うん、そうだよ、オビワンもそうだし、ね、まあ、でもヨーダはもう老衰みたいな感じなんですよね、ルークは一応仲間を逃がすための時間稼ぎってオビワンと同じことで最後を迎えるんだけど、まあでもすごかったですよね、もう2回見てあそこやっぱ2回泣きましたからね、あそこね、確かに、あのシーンを考えた時すごいワクワクしただろうね、ファンの、ファンスタッフの人たちね、そうね、そうね、あれ以外ちょっと考えて、いや他にはないんじゃない、つかないぐらいの、まあ、寝られ方はあったと思うけどね、うん、4、4、5、8の理由だね、うん、順番の理由、うんうん、そうか、私はあのなんか氷の下が赤い血みたいなのがバーッと出てくる、うん、塩ね、うん、塩だったけど、うん、あのシーン良かったな、戦うし、うんうんうん、あ、あとあの女性が助けに入る、あ、それはどうだったの、すごく良かった、あ、そう、ローズ、ローズ、うん、ローズはどうだったの、ローズいい、ローズいいんだ、うん、ローズいい、女性にはいいんですよ、うん、そうだね、ローズ好きな人多いね、うんうん、っていうかまあそのなんていうのかな、その献身っていうところで死のうとした彼を、うん、死なさないっていうのがすごく良かったな、あの話、うんうん、もうそういう自己犠牲の時代終わったでしょみたいな、うん、そうね、最初のシーンでお姉さん亡くしてるっていうのもね、うん、あって、これ以上の自己犠牲はっていう、うんうん、お姉さん美人だったよね、うん、でも自己犠牲がいっぱい描かれてたよね、あの最後船に一人残ったあの、ああそうだね、うん、確かに、まああの辺ちょっとスターウォーズらしくないっていうね見方は結構あるみたいな、うんうん、なんかローラ・ダーンが出るともうスターウォーズに見えなかったんだよね、そうだね、ルックが、うんうん、まあでもしょうがないですね、出たかったんだろうなと思って、うん、なんかスターウォーズの、うん、ガジュの中で欲しいものってあるまたそういう出てくる本物の中でってことでしょ、うん、おもちゃとかじゃなくて、うん、AT-AT、 あ、じゃない ST、 AT-ST、うん、2人とも日本はしないです、現実的に考えたらその大きさがいいかもね、うん、AT-ST だったら、そう、この辺の山とかあるけど、そうそうそう、日本はしないこいつだじゃん、まあいろいろあるけどね、いろいろある、他に何がある、ランドスピーダーとものがあった、ランドスピーダーも欲しいね、4でルークと C3 もみんな乗って、うんうん、ルークを肌色のこう浮かぶやつ、うん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 、ちょっとだけ浮かぶやつ、まあそうだね、まあ、ファルコンも欲しいけどね、ファルコンもまあ欲しいね、うん、キリがないけど、ライトセーバーも欲しい、ライトセーバー欲しいかも、でもあんたちょっと怖い。怖い、うん。やっぱり剣とか武器は私は怖いな。取り扱い注意ですね。うん、まあハンソロブラスターも欲しいから。いっぱい欲しい。全部欲しい。友達が欲しい。友達欲しい。友達が欲しい。うん、欲しいだから。うん、だからロボットで友達が欲しいかな。だから。でもさ、ロボットってガジェには入んないの、いや、C3PO とか欲しいよ、R2 も欲しいし、私 R2、 あの喋んないやつがいい、うるさいから、あ、言葉が喋んないってこと、うん、機械音はいいってこと、パパパパってやつがいい、はいはい、あれでちゃんと感情が分かるし、うん、今回大活躍だったもんね、 BB-8 ね、 BB-8、 BB-8 も相当、私は雪だるまを作ってからああ作ったの、感情移入してるけど、 BB-8 は、 BB-8 とかもういたら何もいらないじゃない、うん、確かに男もいらないわ、多分何でもやってくれる、何でもやってくれる、もうちょっと何でもやりすぎ、うん、ちょっと活躍しすぎだったかな、うん、ちょっとね、そうだね、本当にいらないよね、何でもやってくれそうだよね、
そんな便利な世の中なんでいいの？ある意味そうすごい時代だね。いいのみたいな。いいのって感じだったけど。黒い BBA とか出てきたね。出てきたね。うん、あれはなんていうんですか？あれはなんていうんですかね。帝国軍の方で見張ってたよね。うん、ファーストオーダーね。ファーストオーダー。うん、今回でもほら武器商人があのほら両方に、ね、うんうん、あの売り渡してるみたいなことがちょっと出てきたけど、うんうん、ああいうのも新しい配慮だったんじゃない、うんうん、反乱軍とはいえ、うんうん、そういう武器を買ってるみたいな、うんうん、そうだね、うん、そうだね、配慮というか、そうだね、子供たちがまた可愛かったね、今回ね、うん、次世代のジェダイみたいな。あのリングって持ってたんですか？最後リングをしてるじゃないですか。ああ、あれなんか初めて見たよね。あのローズが出たわけじゃないんですか？レジスタンス、うん、ね、うん、最後出てきてたね、うん、リング。 BB9E、 黒い BB8、うん、やっぱりファーストオーダーは黒か白が好きなのね。赤とか、赤とかね、あの島って良かったね。ルークがいたところ、うんうん、いいね。あれどこなんだろう。どこだろうね。X ウィングが沈んでましたね、うん、あの X ウィングで戻ってくるかなと思ったら、うんうんうん、違ったんだよね、うん、いやファルコンに乗ってるシーンが予告編見てないだろうから知らなかっただろうけど、うん、ルークがファルコンに乗ってるシーンがあったから、あ、島から絶対に出るんだろうと思ったら出なかったね、うんうん、だから出たじゃないですか、幻影として出たじゃないですか、うんうんうん、あ、乗ってたんだ実はと思ったらやっぱり乗ってなかったという、うん、うまかったね、うん、うまかったね。そりゃ当たらないわ弾はみたいな、うん、すごいパワーを身につけたんだと思ったよね。あれやっぱね、よく見るとライトサーベル同士も当たってないんだよ、ね、そうなんだ、うん、だから細かい、当たってないの、細かいわ、当たりようがないし、ね、え、じゃあどうしてそれ。だからルークがうまく立ち回ってこう避けてるわけですよ。あ、カイロレンがビンって反応しないような、しないような角度でね、強いすごいですよ、やっぱりすごい。スカイウォーカー、しかもこのカイロレンの、はい、あのなんかルークに刺さってると、このルークに刺さってる部分だけが青くなってるの、いいもんってことだね。そうです、ライトサイドの光は青いんですよ、うん、うん、私だからでもレイはあのルークの娘だと思ってた、うん、そういう雰囲気はあったり、違うって言ってた、まあ、カイロレンと兄弟みたいな話もね出てたけど、うん、まあそういうのは全部覆しててくれたな。なんかとりあえず8では違うと言われちゃったけど、うん、みたいな。お酒代欲しさみたいな。そうだね。私ジャバザハットが好きだった。それ、うん、ジャバもそこまで悪いやつじゃない気がしたよね、うんうん、ああいう存在感のなんかいないかな最近、うん、いないね。ああいう人がいてほしいよね、うん、どんなところにも、うん、どんな時代にもね、うん、頼りがいのある感じ。あとなんかすごいやっぱりこう西洋人種じゃない人たちが7、8と大活躍ですよね。なんかね、そうですね、うん、フィーバーローからね、アジア系が急に増えてきたっていう感じがあるけど、うんうん、それは なんでだと思います。なんかローグワンはそれは本当に裏事情で、誰かがラジオで言ってたけど、うんうん、積極的にそういう俳優組合みたいなところの中で、うんうん、そのマイノリティの人を使うようにしたっていう話を言ってたけどね、監督が、うん、JJ が、うんうん、JJ がなんだっけ、ローグワンは JJ だっけ。ローグワンは違うんだ。違うね、うん、でも JJ 絡みでそういうふうにしたっていうふうに、うんうん、そっかそっか、うん、だから今回もね、ローズとか大活躍だったもん。ローズ好き、うん、なんか友達にいるなぁ。そうだよね、そうだよね、ああいう子普通なんだよね。むさびにもいい。むさびによく、うん、カットしなくていいんです。
あのなんかあの昔からあのなんだそれこそそのアナキンみたいな男の子と付き合ってる日本アナキンみたいな留学生と付き合ってる女の子はローズみたいなあの女性がでも英語がすごい上手ででもなんかこう目が点々みたいな、だからアナキンみたいな人はああいう人が好きなんじゃないのかなって。そうなんでしょう。かもしくはすごい積極的か、分からないけど、もしくはすごいすごい可愛いか、実は可愛かったよね、ローズ。アナキンっていうのがあんま好きじゃないんですよ、あの顔。かっこいいと思ったことない。ヘイデン・クリス、うん、なんかあのでもいい表情してないよね、なんかね、うん、変なんだよね。他の映画でもアナキンの時、他の映画で見てないんだけど、見てないんだ。あのなんか、なんか気持ちが入らない顔かな。あ、全然。まあそうかもね。ハンソロは入る、ハンソロは入る、ハンソロはちょっと良すぎに入っちゃうんだよね。本当のハンソロの性格が違うのかな、本当は違うのかなっていうぐらいよく入っちゃう。あら、よく入っちゃう。よく入っちゃうね。そっかそっか。それで思い出したけど、あの自分の師匠の浜さんっていう人が、うん、まああのブレードランナー2049で結局ハリソン・フォードの子供の話かってなって、うん、その前にフォースの学生がそうだったし、うん、その前のインディ4もそうだった、うんうんうん、でもういい加減にしてくれ、ハリソン・フォードの子供の話はやめてくれってハマさんが怒った確かにそういう視点もあるね。2049もそうだしね。そう、うん、だどれだけハリソン・フォードが偉大な俳優かってことだよね。全世界が知りたがってるんだね、うん、ハリソン・フォードの子供期待値がすごいんだよ。うん、確かに、うん、確かにそうだね。すごいね、その見方すごいよ、うん。でもインディ・ジョーンズ4はね、今見返してもラストシーンで自分はやっぱ両脇から C3PO と R2D2 が出てくるんじゃないかっていうすごいオリュー感があったんですよ。似てるよね、なんか描き分けてないよね、なんかね、うん、繋がりそうで怖かった。いや正直あの当時のハリソン・フォードはもう本当にちょっと区別がつかない、ね、それぐらいやっぱキャラが立ってる人なんだよね多分まあ普通はつくんだけど、入り込んでると、うんうん、ルカスの頭の中で繋がってるだろうから、こういった出しかねないなみたいな余計な心配をしてしまうというね確かに石でできたみたいが確かにね。ハリソン・フォードの良さってなんだろう、顔かな。あ、そっちに行くの。いや、なんかふと思ったから顔はいいですよね。顔いいよね。ハリソン・フォードに似てるってよく言われる、よく言われる、よく言う。あ、そうなんだ似てると思わないよく言われるんですよ私は似てると思わないけど、あ、でも言われてみたら似てるような気がする。なんか目から下が似てるかも、うん、なんか見た時に、うん、お、お寺さんハリソン・フォードそっくりじゃんと思った。ハリソン・フォードが好きだった。いや好きですよ、ずっと。あ、やっぱり、うん、好きな人に似てるっていうのはどういう感じですか。チャリもハリソン・フォード好き、それともハンソロが好き。いや、ハリソン・フォード好きだね、うん、俳優として好きだね。なんかすごい作品に恵まれてる人、うん、いやどう、そうなのかな。いや変なのなくない。まあ青春時代一緒に過ごしたみたいな実感がすごいある。だって小中高って毎年のようにスターウォーズ、インディ・ジョーンズ、ブレードランナーって。そうだよね、毎年 顔だよね、うん、その通りだ。そうだね、そうだね。だからもうね、それも好き嫌いをちょっと超えた部分に存在してるから。ハリソン・フォードが出てるっていうだけで、うん、ケージ・ジョン・ブックとか見たでしょ、うん、ハリソン・フォードじゃなかったら見ない映画だったりするよね、うん、興味深いというか、どんな役を獲得したんだろうみたいな。レイ・アミと恋仲だったっていうのがちょっとなんか現実感ない感じ。そうだったの、あの当時ね、うん、付き合ってたって。本当にキャリー・フィッシャーが一昨年か3年前ぐらいに。どの頃？フォー。フォーの時ね。そうなんだ。あ、そうなの？うん、告白したんです。どっちがどっちに？だから、いや告白っていうか、いやいや、その、ね、なんていうの？あ、うん、打ち明け話。それを聞いたハンソロ、まあ、事実だからしょうがない。うん、ハンソロじゃないや、ハリソンの方とか。
そうかそうか、うん、かっこよかったね、レイア姫ね、今回ね、今回めっちゃかっこよかったね、まさかの宇宙からの帰還ですよ。あれはいいんですか、うん、あれはね、うん、びっくりしたね、うん、だってあの爆普通はもうあれで凍ってしそっかね、死んじゃうってやっぱ思うから、ね、うん、思うから思いますよね、うん、宇宙空間は寒いですか、寒い、寒そうだよね、うん、こう霜が降りてますもんね、